皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も STB ラジオの第3スタジオからお届けします。相変わらず埼玉県は大宮、FMNAC5 と北海道のこの STB ラジオは生放送でやらせていただいてます。 3月27日日曜日です。聞くところによると、まあ東京、なあ福岡、あちらこちらから、まあ桜の開花の便りがどんどん入ってきて、そうか、なあ日本中どんどん桜が咲いてくるんだななあ、あのコロナ、 がなあ、ありますからね。花見をしに行っても、まあ、宴会はできないし、みんな静かに、まあ、見るしかないっていう形なんだけどな。けど桜の花はやっぱり、うーん、どんな状況であっても、美しいなとは、思いますけどね。 毎日毎日我々生活してる中で、どうしてもその気になるのがコロナと、やっぱりウクライナの状況ですね。例えばプーチン、うん、大統領、まあ彼一人の戦争と言ってもいいような、ウクライナの、まあ侵略戦争でありますけどね。 うーんこの間はゼレンスキーウクライナ大統領が、まあ、国会で演説をするというねまあ自分も、うん、テレビで、まあ、聞かせていただきましたけどいまいちあれだな、うん、心に響かなかった型どおりのご挨拶だった。 これ多分、あれだろうな。アメリカの議会の時にはな、真珠湾攻撃とかな、いろいろ言って、日本にはその武器の供与は、なあ、できないし、なんて遠いしな。そしたら、まあ、経済的な、ねえ、ロシアに対する制裁と、まあ、ウクライナに対して、まあ、 うん、まあ、救済してもらいたい。そういう話になってしまったな。俺はさ、ゼレンスキー大統領に本当に聞きたかったのは、なぜこうなったか、それを話してもらいたかった。なあ、プーチンがな、なあいきなり、まあ、ウクライナに攻め入ってくる。まあ、果たしてこれ、 いきなりなんだろうか。これはプーチンは絶対悪ですよ。戦争なんかやっちゃ、これとんでもないことですからね。しかし、8年前にクリミア半島を、まあ併合してしまった。それと、ソビエト、ソビエト連邦が崩壊した時、各国が独立をしていく。なあ。 ロシア自体も1991年、ウクライナも1991年、独立国家となるんですけど、これはゼレンスキー大統領の以前から、いわゆる独立した1991年の時から、ウクライナの、な、東の南東部、ここには、親ロシア派、 また、ロシア人の方々、ロシア語しか話せない方々が、まあ、住んでいた。これを、やっぱり、ウクライナとしては面白くなくて、うーん、ある意味、お前たち、ここにいるんじゃないよ。帰れよ。なあ、プーチンには焦ればね、 大量虐殺だとか言うけどね。まあそんなひどいもんではなかっただろうけど、やっぱりロシアの人たちに圧力をかけて、まあここはウクライナですよ。あなた方がいるところではありませんよ。まああれだろうな。いろんな人から、またいろんな、なあ雑誌や新聞を読んでも、 ここがキーポイントだったんだろうなそれでやっぱり、いじめられてるロシア人に対して、プーチンは、なんてことするんだ。って言って、まあ、この戦争を仕掛けていった。しかし、関係ないところ、なあやっぱり首都であるキエフ、 これまあ関係ないっちゃ関係ない場所ですからね。何もそこに戦争を仕掛ける。もう本当に、うん、まあ悪い奴っちゃ悪い奴なんですけどね。俺はさ、これが、まあこの侵略戦争が始まって一月以上が経って、まあ泥沼か、 していくのかもしれない。また、ある時に救世主が現れて、話し合いで、という形になるのかもしれないんだけど、やっぱりゼレンスキー大統領も、自分が就任した時に、やっぱりウクライナの、な、南東部で、そういう問題がある、ということは、認識していたはずだし、でその時点で、 まあ、プーチン大統領であれ、まあ、ロシアの外交を担っている人間たちと、やっぱり話し合いによって、なあ、いや、うちもちょっと申し訳ないけど、なあ、親ロシアの方々が暴れてすごいんだ、ね。そっちの方で何とかしてくれないだろうか。とかな。そういう話し合いがあれば、 また違った形になったんではないかなと思います。まあ、プーチンは絶対ダメですよ。ねえ。けど、ゼレンスキー大統領にも、脇が甘いところがあった。俺が言いたいのは、大統領。まあ、その日本は大統領制じゃありませんからね。議員内閣制ですから、まあ、岸田、 総理ですね。岸田さんが、もしそんな、あ甘いことをやったらね、そはその、自民党の中からでも、野党の中からでも、いろいろ、出てくると思いますよ。ただ状況が、プーチンからの一方的な、戦争を仕掛けられてるっていう状況ですからね。 今はあれだよな。本当に、えー、ウクライナ国民、一人でも多くな、生き残ってくれよ。ゼレンスキー、国民のために、本当に働いてくれよ。我が日本も、できる限りのな、支援、援助は、していくから。この気持ちはね、嘘ではないんですよ。ただ、 本当に国の指導者が、まあ、ちょっと、なあ、違った行動を取ると、まあ、こんな形になってしまう。これはまあ、一つの、これからのな、国際社会でですよ。一つの、 参考になるんじゃないかと思います。世界では、もちろん、ウクライナに対する、頑張れ。また、ロシアに対しては、プーチン、なんてことするんだ。しかしながら、国の中で、な右と左、 なあ、政府軍と非政府軍が戦ったり、内戦状態にあるところもいっぱいあるんだよな。第二次世界大戦、太平洋戦争を経験した、まあ、俺は、当とうとうね戦後生まれですからね。昭和30年ですからね。やっぱり話し合いでもっともっと、 まあ、外交をしていく、ということの大事さ。しっかりと、なあ、身に染みて分かったんじゃないかな、と思いますね。これから、そうだな、西側諸国、東側諸国、どうやって、俺、退治する必要はないと思うんだよ。協力してやっていけると思うんだよ。 主義主張はそれ、お互いあるんだから。あ、そうなんですね。あなたのところは社会主義国なんですね。共産主義国なんですね。だってな、ロシアあんだけ広いな。国土だぞ。モスクワからな。いわゆる、ウラジオストク、ハバロフスク。こんな、あのシベリアを抱えたぞ。 この国を、うん、それこそ、守っていくためには強烈なやっぱりリーダーシップ。な。そしてまた、国民に対して、ある種恐怖政治。ああ、反対しちゃいけねえな。なあ、ああ、こんなこと言っちゃいけねえな。そういうことを染み込ませて、だって子供たちまでだぞ。 あの Z のマークの、まあ T シャツかなんか着てな、ロシアロシアって旗振ってんだからな、教育は、もう本当に恐ろしいもんだなと、つくづく思いますよ。中国だとそうだろうあんだけ広い国土でさ、14億 これまとめるったらさ、民主主義わかるけど、どれだけ時間かかるか。この日本で、な、いわゆる民主主義の選挙をやって、総理を決めていく。なあ、それも本当に時間のかかる。なあ、ことなのに、14億で、あの国土で、中国で、 そしたら、まあ共産党独裁で収めるのが一番収めやすい。俺はそれも理解できるなと思います。もちろん民主化されて、まあ1億人、4億人の気持ちで代表が出るという形がいいのかも。 知りませんけどだからお互いあれだよな自分たちのやってることを日本は日本韓国は韓国北朝鮮は北朝鮮中国は中国ロシアはロシアその正義体系はまあ認めながらただ批判するだけじゃなくてなつらいですよねそんだけ広い国を。 なあ、治めていくのは、これは、お互い認め合って、で、変えていけるところがあったら、話し合いで、<laughs> 日本も経験していることですから、民主主義というのはどういうものなのか、あお話し合いには乗りますよ。なあ。 もう、力による。なあ、現状を変えていく。また進行していく。そういう時代は終わったと思うんだ。に、いちいちも早く、プーチンが、正気に戻ることを、祈るしかないな。本当に、 ウクライナの皆さん、辛いでしょうけど、日本のような民主国家になれる可能性はあります。遠回りかもしれませんけど、頑張ってください。うん、それと聞いた話では、この STB の放送な、このホンザレイディオ。 これ札幌の放送局の電波は、北方四島には届いてるらしいな。だから北方四島で、日本語がわかる人は、俺が今何を言ってるかを理解できてるんだな。できれば、中央からじゃなく、地方から民主主義の声を、 上げていくような、そんな、ロシアであって、もらいたいなと思いますね。四党に、お住まいの方々。今すぐ、四党全部、受け返せ。そんな、傲慢な態度は取りません。領土として認めてくれるなら、お互い一緒に、 住んでいきましょう。そしてこれだけはお約束します。北方四島には、アメリカ軍の基地は置きませんから、どうぞご安心ください。まあそんなところから、まあ停止になってしまった北方領土の、なあ、話し合いも、いつか、 また始められるんじゃないかなと、思います。今回の一曲目は、松江町春、愛のぬくもり。さて、1975年、話は、あの、ガラッと変わりますけど、もう47年前になるんですけど、俺は、 全国フォーク音楽祭に出場したことがきっかけで、その時のディレクター、STB ラジオのディレクターだった武田さんに声をかけられて、この世界に入り、今も歌い続けることができてます。まあ、あれから時代も変わり、自分も、まあ、いい年、 なったな。そして、この頃の曲を聴いてみると、まあ、他の人の曲ですよ。なんか、心に刺さるような、んいいなあと思うような曲が、ないなっていうのをつくづく感じまして、あ自分も、あと何年、 歌っていけるだろうか。まあ、そんなことを思ったときにですね。俺がこうやって歌ってられるんだから、チャンスさえあれば、日本のどこに住んでいても、まあ、きっとシンガーソングライターになりたいって思う奴は、 きっと、いるはずだろう。そこで今回、各方面の皆さんの協力を得て、松山千春が主催する、シンガーソングライターオーディションを開催することにしました。もちろんこれ、シンガーソングライターですから、自分で曲を作って、自分で歌う。 まあできれば一人がいいですけど、三人ぐらいのグループ。バンド系はちょっとご遠慮願って。そして年齢的には18歳から29歳まで。まあ、男女は問いませんから。 ぜひとも、このオーディション、ね、成功させて、最優秀の方は、まあ、社長が私ですから、私の事務所の所属アーティストとして、まあ、シングライター、シンガーソングライターの道を、一緒に歩いていきたいなと、 思ってます。オーディションの概要ですけど、申し込み期間は今年の4月1日。もうこれ、各局さんはあれだもんな。4月に入ってるもんな。4月1日から6月30日まで。第一次審査。なあ。 させていただきます。これは、まあ、いわゆる楽曲を弾いていただいて、テープ、あと、DVD? そういうものになあ、撮っていただいて、6月30日まで送っていただいて、我々が審査して、今年の7月10日に、 な、我々、その中から、どの候補者がいいか、選びます。多分、10組程度を選びたいと思うんですが、そして、最終審査は、今年の8月8日、札幌は、STB ホールで、実演審査をさして、 いただきます実際に俺たちまた審査員のみんなの目の前で歌ってもらいますなんといっても18歳から29歳以下ですから俺の番組はな俺と同じ世代の方々がね聞いてらっしゃるのが多いと思いますから。 いわゆる息子さん娘さん、ひょっとしたら孫の世界かもしれませんが、ぜひともオーディション受けていただいて、一緒に、まあ、シングサソングライターの道を歩いていけたらと、思います。詳細に関しては、4月1日以降、 特設サイトに、うん、閲覧できます。閲覧できる特設サイト、松山ちはる、シンガーソングライター、オーディション、特設サイト <laughs> ーー、https <laughs>、コロン、<SR> スラッシュ、スラッシュ、ちはる、オーディション、ドット、 アーメーバーオンドドットコン。こちらの方へ、まあ、ねえ、つなが、つなげていただければ、詳細はわかると思います。一緒に、シンガーソングライターの道、 目指して見えませんかシンガーソングライターオーディション。もう期待してますよ。なあ、北海道から沖縄まで。いやあ、自分ギターでピアノで。なあ、頑張ってんだけど。そんなみんながね、ぜひとも応募していただいて。 最優秀の方にはね、まあ、うちの事務所が、なあ、バックアップして、やっぱり CD を、ねえ、ちゃんと出させてあげたいと思いますしね。うん、忙しいんですよ、私もいろいろ。なあ、これから春のコンサートも始まるしよ。それと、 まあ、3月21日ですけどね、元 STB ラジオの、まあ、プロデューサー、ディレクターであった大山博く君が、61歳でこの世を去りました。 まあ大山は夕張で生まれて、うん、東京へ行って北海道大学法学部あいつ法学部卒業だったんだなふーん全然見えないなそして STV ラジオなあ配属となって ディレクターの道を歩んで、まあ、テレビの方も、ちょっとやったりしてな。まあ、体調を崩したのは、もう2、3年、前か。まあ、そんな中でもな、うちのスタジオ、顔出してくれたりな、まあ、大山頑張れ、みたいだな、実は、 難病だったんですよね。治ることなくね、亡くなってしまいまして。それが21日、で23日に忍ぶ会が行われまして、24日が、いわゆる告別式。だから23はさ、 俺はおつやだと思ってさ、おつやだべねえ。こっちはお前しっかり地図持ってさ。まあ、大山だ残念だなとか思いながらね。行ったらさ、無宗教って言われてさ、え無宗教なんですか 言ったらこんな1数いらないですよね。な、まあ。で、喧嘩して、まあ終わりという形なんだけど、すごい人たちが来てくれて、まあ大山こんなにたくさんの人たちと付き合いがあったんだ。改めて、大山宏の顔の広さ、また、 仕事がよくできたたというのはああよくわかりました私事ですけどねまあうちの番組のディレクタープロデューサーもやってくれてましたしねまあ俺よりも年が下なんで、うん、大山「うんお前だんだん頭があれだよ」 なあ、大倉山シャンツェみたいな頭になってきてるよ。とかな冗談も言ってたんだけどな残念ながらもう、うん。会えないんだな大山、いい仕事をされたと、思いますよ。 あの大山には兄弟がいて弟が大山大樹と言ってピアニスト俺も実はコンサートで大山大樹にバックバンドとしてやってもらっていた時期がありました忍ぶ会で 大山大輝に会って、ああ、兄貴残念だったな、うん。ところで大輝、お前仕事じゃなかったのか。よかったな。石のかいにこうして来れて。仕事はって言ったら、コウさん、南コウセスのコンサートちょこちょこと。 やってます。うん、大器。お前の兄貴、素晴らしい、プロデューサーであり、うん、男だったぞ。弟の大器が、コンサートでも、弾いてます。みなにこうせつと、かぐや姫 神田川。しかし、まあ我々ね、毎日毎日何をやるにつけても、ウクライナ情勢っていうのは、気になりますし、まして、まあプーチンが、核生物、化学兵器、使用する可能性がある。これ言われたらね、やっぱり我々日本人も、 国の防衛とはいかにあるべきか考えさせられるな。特に核について。のは日本は原爆、広島、長崎、味わってますからね。比較三原則。 なあ、持たない、作らない、持ち込まない。しかしながら、ウクライナが、核を持たない国だから、ロシアは、あんなに強気で、攻めいるんだろう。ならば、日本も、アメリカの核の傘ではなく、日本独自の、 核を持つべきだという方もいらっしゃいますし、いや、どんなことがあっても、核兵器はこの世に存在しちゃいけないと思われている方もいらっしゃるでしょうし、ただ、世界で一番核弾頭を持つのが、ロシアで、6500発か。 ついがアメリカで五千、いくつ中国、まあ、ぐっと下がって、まあ、百。そうやって考えたら、日本はどうやって防衛すべきだろうか今まではな、防衛大臣とか、総理、あんまり、 領土とか、領海のことをね、うんぬん言ってなかったけど、この間も、北朝鮮がミサイルを撃って、我が国の EEZ 内に、なあ、落ちた、うん。あらゆることを考えたら、うん、防衛の仕方も、アメリカ、一辺倒で、 このままでいいのか。また、ロシアに対する経済制裁。欧米諸国とアジアで唯一の日本が同じパターンで制裁かけ続けていいのか。北方領土のことを考えれば、日本はロシアとまた違った 意味の付き合い特に北海道はロシア産からのカニだとか鮭だとかいっぱい輸入してますからねまあもちろんサハリン12天然ガス云々のこともありますけど もうちょっと考えたやり方があるんじゃないか。極端なこと言ったら、この頃、まあ、宗谷海峡、津軽海峡、ロシアの艦船が、なあ、行き来したりしている。ロシアは昔から凍らない港、不登校、 これが欲しい。な、ロシアの極東にある港は、冬は使えなくなる。だから冬でも使える、凍らない港が欲しい。と思ったら、北海道がある。ひょっとしたら、日本から北海道ロシアが、それこそウクライナ方式で、 持っていくもちろんその時は、わ、われわ頑張りますよ。その話し合いは、もちろんね、永遠とやりますけどね。けどそういう見方をすれば、また制裁の仕方、ロシアとの話し合いの仕方も、 変わってくるんじゃないかなと思いますみんな家庭内でも学校内であっても職場であっても話し合いは大切です <music> ¡Gracias! あしかしこの1週間いろんなことがありましたまあそのプライベートというか講師ともい,いんですねまずシンガーソングライターオーディションんこれをぜひやろうまあラジオ局の方また各種イベンターの方また音楽業界の方 なあ、これ根回しが大切ですからね。こういうことをやるんですよ、っていうね。説明もあったし。やっぱり大山博士。元 STV の、まあ、ラジオディレクター。うーん。大山がテレビから、ラジオに来た時にも、 大山。お前、出世街道外れたね。ええー、あのままお前、テレビに残ってる、ね、お前、ひょっとしたらお前、社長まで行ったかもしれないよ。ラジオ来たってことはお前、外れたね、お前。ええー。いや、千原さん、そんなこと言わないでくださいよ、みたいなね。うん、そんなやりとりがね、ええー、昨日、だったような、気がするような、人懐こい。 男でした。忍会に、本当にあんなに多くの方々が、集まってくれるとは、奴の人徳なんだろう。俺も受付で名前書きながら、大山お,、ま、お前本当はすごいやつだったんだなと思いながら、 女房、子供、が、いて、松山千春です。ご収蔵様です。と言ったら、大山は、最後に、大空と大地の中でを聞いて、亡くなりました。ありがとうございます。大山、苦しみから、解き放されて、よかった。 さあとは、言えないな。どんなに苦しくても、悲しくても、また楽しい時も、あるんだから。ラジオ沖の皆さん、どうぞ、一週間、楽しいことは、必ず、ありますから、お互いこの時代を、 同じ時間を生きていきましょう。今回も最後まで聞いてくださって、心から御礼申し上げます。